当時俺は友達の A と B と俺の3人で雑種類のゴミの日にゴミ捨て場に行き、エロ雑誌を見つけては持ち帰るというバカなことをしていた。雑誌を漁る場所はいつも決まっていて、近所のマンションのゴミ捨て場だった。そのマンションのゴミ捨て場はカラスの被害を避けるためか頑丈な建物の中にあり、ゴミの日じゃない日は鍵がかけてあった。中はとても広く、正面に左右にスライドさせて開く大きなドアが2つ、そして横に小さいドアが1つあった。その日、俺たちはいつものように塾の帰りにマンションのゴミ捨て場に行った。暗い部屋の中、電気はマンションの住人に気づかれると思いつけなかった。で、いそいそとエロ本を探していると、部屋の奥にぼーっと人影が見えた。A も B もその人影に気づいたらしく、A が、やばい管理人だよ逃げろと叫んだ。そこのマンションの管理人は近所でも有名な厳しい親父で、捕まったら確実に説教&親に報告である。こんな恥ずかしいことで親に報告されてはまずいと思い、みんな出口に向かって猛ダッシュした。後ろを見ずに走り、建物から100メーターほど離れた駐車場の車の陰に隠れた俺と A。 俺びっくりしたな。 A、 そうだな。あれ、 B は？はっとして建物の方を見ると、泣きながら歩いてくる B。 A、何してんだよ、走れよ。俺、どうした、何かあったの、殴られた？と聞くと B、 走った瞬間につまずいて転んだとのこと。ほっとしてその日はみんな家に帰りました。次の日、そのマンションの前を通ると警察がいて、人だかりができていました。何かあったのかとそのマンションに住んでいる友達に聞くと、ゴミ捨て場で自殺があったんだよ、すごくない？寝袋着てたってよ。俺は血の気が引いた。もしかしたらあの時死体があったかもしれない。 A と B にこのことを話すと、 B が、あの時 A が管理人だって叫んだだろう、あれ俺見たけど管理人じゃなかった、違う男だった、それで急に出てきたから慌てて走ったらつまずいたって言っただろう、長細いものが入ったシートにつまずいたんだよね俺、なんだよと思って裏返したら、あの時急に出てきた男が寝ててさ、わけわかんなくて涙出てきたんだよね。そのマンションにはもう一回も行ってない。